はい、お前ら試験の昼食食べていいな。はい、はい、じゃあここからも切り替えて、やっていきましょう。 OK。 はい、じゃあ恒例の外ランから、はい、行っといて。なるなる。いや、何やお前ら。カナさん、え、外ランすか。外ラン最近やっとるやろお前。習慣にしないと。ちょっと雨が。雨言うてもないや、この程度の雨でお前ランでけ。いや、お前そんな出すことある？うち。いや、いや、まあ、気持ちはわからんでもないけどな、お前切り替えってのは大事。ああ、なんや。まあな、切り替えも大事やけども、まあ同じように楽しい練習も大事。はい、ほな今日だけ本数お前らで決めろ。あ、え、マジですか。あ、今日だけやぞ。あ、あの、その代わり、その代わり、はい、決めた本数はしっかりやるよ。はい、はい、なんじゃ、なんぼする。俺5本。いや、それはやばい。5本でいいやろ。5本でせめて、いや、20。あ、ほら、ゲロるって。ゲロる。でもそんな5本でいいって。いや、もうなんやったら、お前3本でいいって。そんな、いけるやろ。それは、それは3本やけど。ゼロはやばいって。ぶち切れる、ぶち切れる。絶対、でも5に5しよう。5。あれ、いや、10。いや、20。あのね、楽しい雰囲気と怠けと生意気線引きよ。ではお前ら勉強しろっけ。勉強はしっかりだ。何を言われとるの。やってます、ちゃんとやってる。はい、ほんまげ、やってます。でも翔太さん、この間ちょっとやばかったじゃないですか。え、でもお前やばいしね、知らんもんね、授業中ね。おい、いや、やってます、ほんまにやってます。まあまあ、そこまで言えないけど、まあ、母ちゃん泣かすのよ。はい、はい、母ちゃん泣かすのよ。はい、はい。でも、女いらっしゃる、お前もさ、前あれやな。なる。水をし、前らやりけ、勉強しろんのか。勉強してんの、ちゃんと。おや、え、言うとったやんけ。お前らな、言うとるやろ、いつも野球だけしょったらええんちゃう。で、お前らの本業、学業やって。知らんのか、勉強。嘘だろー。たまにね、寝てしまったりとかあるんですけど、やってます。バカだれ。なるなる。絵の野球だけしとったらお前ら。キモすぎー。ん？ねえ、お前おかえり。なる。先生が大事学校にしろ。はい。俺ってな、はい、野球は野球だけやよ。しっかりお前行けよ、お前。はい、なる、なる。やってみせろ。なる。ねえ、はい。恥かかすな。な、笑ってな、勝負だね。ダメですね。寝てましたね。言うてる場合ちゃうやろ、お前は。バイダレが。すいません。で、お前そこでお前、勝負だ。しっかりやりましょう、言わんの。はい、え？バカじゃん。はい、来い。はい。はい、よし。
ミスト。すみません、危ないです。はい、それぞれがね、意識を持ったまま、行動に変えていく、そんな一日の練習にしていきましょう。翔太、翔太、はい、お前さっき先生が言ってたら肘の位置しっかりできとったな。あ、はい。やっぱね、お前らもこういうね、言われたことをすぐに取り入れて、実行する、まあ、翔太みたいなな、実行力、行動力を見習いなさい。 OK。 翔太、お前ええ感じできとったから、はい、来週の地獄の合宿連れてきます。あー、お前ならついてくれるはずや。なる。オッケー。はい、じゃあ行きましょう。はい。はい。何ですか。ああ、お前な、先生に何か言わなあかんことないか。よう思い出せ。自分の口で言わんか。あ、昨日監督さんが帰った後、グラウンドでゲームしてました。なる。え、何しとんだバカだな、お前。すいません。それやないわ、お前。じゃあ、監督のことを裏でホイスケってあだ名つけて呼んでたことですか。なる。なる。え、お前舐めとっけ、お前。すいません。先生のこと。いえ、それやねえわ。今日の朝や。よう思い出せ。朝、朝、あ、はい。朝の打球の時にボールに監督の顔をイメージしばく想像しながら打ったことですか。なる。なる。なる。ポコジュン。なら、ピピピ行きましょう。まあ、ただ今日はもうふわけってので、もう体力的なもんもあるから、もう一本でよろしい。一本全力でやります。その代わり、負けたやつは罰ゲーム。ピピピ一番タイム遅かったやつはちょっと申し訳ない、パシルみたいな申し訳ないけども、ちょっと遠いけどもサブグラウンドの倉庫にあるボールカゴ、ちょっと打撃を打ち込みやるから、ボール箱4箱ちょっと取っていてください。最下のやつだけ。はい、じゃあ行きましょう。はい、はい、はい。なに、なんだそのご褒美罰ゲームは。つまり練習から離脱可能。この勝負もう。マジかよ、クソ、勘弁してくれ。さあ、前後出して腰いくくね、腰いくく、グローブ下から OK、 ナイスセカンド、連携ね、連携。さあ、いいよ、ガチャガチャガチャ、1個ね、1個、いいナイスプレー OK、ファーストナイスカバー。さあ、いえー、オッケー、ナイスセンター。いいよいいよ、カットまでね、しっかり。あ、いいボールよ、ナイスボール。はい、次、レッド。大丈夫か。あ、だいぶ情けないよ、お前。一年坊主やらへんのに、ラー一本目でお前らしすぎて情けないぞ。気にしないか。ねえ、まるか、お前遊んどったんか、お前。いや、しっかり時間を変えましたけど、しっかり練習して。やっとったら、お前、お前ならんやろ。いや、しっかり知ればずっとやるし。ほんまかい。まあまあ、別にいいやけどね。先生、あれよ、別に俺のいい、別に遊んだことどうも持てないよ、正直言うと。ああ、それな、それ遊ぶやろ。遊ぶし、休ませんって言えろ。3日も終わって嬉しいやろ。先生が一番会うことだって、お前らとグラウンドでお前ギリギリまで、お前バテるギリギリまでお前走らしとんの先生ねんから。先生が一番分かっとるよ、お前らがオフを望んどることぐらい。望んでないとおかしいもん、あんだけグラウンドな毎日バテバテまで練習させられて、それでお前休みたいって思わんの人間やな、ね、それは先生思っとる、正直。別にな、お前らがオフの日にしようが別に構わない。その悪いことしたからけどな、遊んだり休んだりとか、そんな何とも思わへん。
ザチームとして引き締められたのが大事やからグラウンドに持ってくんないうことで今日は怒ったけどな。はい、朝の段階では気抜けてるから怒ったけども、別にうわそんなにええわうわ勘違いすんなまあ、どっちでも先生が悪いやつみたいないいだから先生もね、わけで来るわな。遊んどった。あ、そうなんですか。あ、遊んどった、遊んどったよ、そりゃ練習の合間とかな、練習中グラウンドは気抜かずにやったけど、はい、オフの日は遊んだりしたし、やっぱお前ら若者の本業はお前遊びや学業やねんからそこはしっかりやったらええよ、切り替えてな、はい、まあ何よりもなお前ら若者のな精神を奪う権利なんて我々大人にもないんや。精神はお前らだけのもんね。そこはしっかりと、今を過ごしたいと思うぞにしてもつんのや。いや、恥ずかしい話なんですけど、ちょっとこの3日間、ずっと家でゲームをしていて。出ろ。あれ。出ろ。あ、邪魔。なんで？いや、ゲーム。ミクルゲーム。なんか見える関係のやつかもね。なるなる。言うてない先生、調整しとけ。いや、ミクゲーム出ろ。勇気を入れないお前チームいい感じやねなる。邪魔せんといてくれやなる。ゲームするような勇気の入れない出ろ。邪魔でも、もうしっかり切り替えない感じやね。切り替えてないし、もうゲームなんかしろやつらしたな。出ろ。すいません。出ろ、邪魔や勇気勝手にしてよ。